このダイニングの活用法を取り入れるとですね、気がついたら家族から笑顔が溢れ出しますよ。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところで2年前の YouTube のね、自分の動画を見ると、すごい笑顔で喋ってるつもりが全然笑っていないっていうのを見て自分で大笑いしていたんですけど、結構ね、特に男性は笑顔を作るのが難しいなっていうのがね、普段からね鍛えることがないからだと思うんですけども、難しいなというふうに思っています。今でもね、気がついたらすぐに真顔になって喋るっていうところがあるんですけども、やはりね、笑顔って大切だなと今思っている、まあ、今日この頃なんですけども、今日のテーマもね、笑顔につながるこちらです。明日からね、家族の笑顔が増えるということで、最強のダイニング活用法って話をねしたいというふうに思います。家族で住んでいる場合はですね、家族の笑顔は癒しになるというふうにね、私は確信しているんですけども、例えばですね、現段階でいがみ合っている家族がいるとしますよね。それに対して少しでも笑顔が増えていくことで、幸運度をねアップさせることができるというふうに私は思っているんですけども、じゃあですね、この笑顔をどうすれば増やすことができるかということになってくるというふうに思います。実はですね、家の中でこのダイニングが大きな役割をね、占めているとか、秘密があるというふうに私は思ってるんですけども、そういったところも含めて今回はですね、笑顔が増える最強のダイニングの活用法が手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後の方にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして私は普段矢野慶三公式 LINE というのをやっていてですね、ここで5本の動画をプレゼントさせていただいております。概要欄の3段目あたりに詳細がありますので、そこからね、友達申請をポチッと押してみてください。それではその1いきましょう。まずはね、ダイニングの本質的な機能を知ろうって話をしたいんですけども、まあ、ダイニングっていうとね、基本的な性能はもちろん食事をする場所だっていうのがね、あるのは当然だというふうに思うんですけど、実はですね、ダイニングには本質的な機能っていう部分があるんですよね。それを考えるのにですね、今度ね、次の質問に答えてほしいんですけど、例えばあなたは友人が悩んでいる時、どのように声掛けしますかっていうことをね、ちょっと答えてほしいんですけども、例えばね、これ女性陣であれば、ちょっと今からお茶しないっていうふうにして声をかけるようなケースが結構あったりとか、そして男性陣の場合はですね、ちょっと今から一杯飲みに行こうかみたいなね、ことをね、声をかけるっていうことがあったりします。ここからね、何を察してほしいかというとですね、実は人は食事を共にすることで心を開きやすくなりますよというのがあるんですけども、実はですね、このダイニングもまさにその、機能が本質的な機能で、心を開いた、会話でつながり合うことができるのが実はダイニングの本質的な機能なんだということを知っておいてください。もちろんね、食事というところもありますけど、食事をしながら心を開いてどれだけ話ができる、そういう話をすることで家族同士の縁がね、絆が深まっていくんだっていう、それがね、本質的な機能なんだということを知っておいてください。はい、ということでね、ダイニングにそんな、本質的機能があるんだってびっくりした人もいるかもわかりませんが、それを受けてその2です。その2はですね、朝〇〇のシェアをするっていうことをやってほしいんですよね。で、この〇〇って一体何かっていう前にもう一回言います。ダイニングの本質的機能は心を開いた会話でつながり合うところにあったとしたらですね、具体的にそれをどうやって活用するのかってことが出てくると思うんですけども、その方法がですね、こちら、朝家族が揃った時に感情のシェアをするっていうのをやってほしいんです。なので、さっきの〇〇は感情という言葉が入ります。でですね、このね、感情のシェアって一体何なのって思う人も多いと思うので、この感情のシェアについてお伝えしますけども、この感情のシェアっていうのはですね、朝起きて今どんなことを感じているかっていうことを、一人一人シェアするっていう感じなんですよね。これね、一人1分ずつぐらいでやるのがちょうどいいんですよね。今日朝起きてどんな気分って、どんな感情が湧いてるみたいな形で、一人一人がですね、まあ、1分ずつぐらい喋ると、これをするとですね、何がわかるかというと、家族同士の距離感がね、掴みやすくなるっていうのがあるんですよね。例えばね、朝起きたら、おはようって言ったら、妻はね、おはようって元気で、娘がね、おはようみたいな感じだったら、あれ、娘に何かあったのかな、もしかしたら昨日の夜きつく言ったことで落ち込んでいたりとか、あとは自分に対してすごく嫌な感情今でも持ってるのかな、ドキドキみたいになったりして、そこからね、こう探りを入れながら
娘にね近寄っていくみたいなことをするかもわからないんですけども、この朝のね感情のシェアをするときに、どう今の気分とかいう話をしたときに、例えば娘がですね、朝起きたらお腹が痛くて最悪な気分なんだってもし言ったとしたとしたら、それはね前日自分がきつく言ったことに対してのことではなかったということがわかるだけでもですね、今変な気を使い方をしなくても済むということなんですよね。まあそういった意味でもですね、まあいい感じの距離感がね測りやすくなるんだってことも知っておいてください。なので、ね、このね朝から感情のシェアをするっていうのは実はすごいおすすめなんですよってことを知っておいてください。そしてその時その3です。その3はですね、食事を丸々して味わうっていうところがポイントになってきます。例えばですね、この食事っていうことに関してなんですけども、人の体っていうのは食べたもので出来上がってるっていうことをご存知ですか？もちろん、体に入れるもので構成されていくっていうのは感覚的にわかると思うんですけども、例えばねその時に何を食べているかで作り上げられる体も変わるし、そしてその先にある人生も大きく変わるんだと、これ大げさに聞こえるかもわかりませんが、それぐらいね普段何を食べているかで出来上がる体によって人生を歩んでいくので、すごく影響があるんだというふうに知っておいてください。そしてここからね本当に興味深い話なんですけども、例えばね同じ魚を愛情を込めて作った料理と、そして、悪意を込めて作った料理、これね食べ比べると全く味が違ったり、例えば悪意を込めた料理をね食べるとその後体調が悪くなったり、そしてネガティブな感情が出たりするってことがあったりするんですよね。これね以前、インドのね独立の父のガンジーの、牢屋に入っていた時の、まあ、料理を食べる話でですね何度かしたことあるんですけども、ガンジーがですねある食事を食べたら急に殺意がグッと湧いて抑えるのが難しかったって話があるんですけども、なんとその料理は、その同じね刑務所に入っている、殺人犯ですごいネガティブな状態でその料理を作ったってことが分かったって話があるんですけども、まさにね同じ、材料を使っても愛情のこもった料理なのか、それともね悪意がこもった料理なのか、全く味も変わるし食べた後の自分の状態も変わるということなんですよね。なのでねここで意識してほしいのは、作ってもらう料理に関しては感謝して味わう、なので丸々のところは感謝してっていうところが入るんですけど、感謝して味わう、そうするとですね、さらに愛情のこもった料理が循環するっていう感じなんですよね。作る人もですね、食べる人が感謝してくれたら今度また張り切ろうというふうに思うようになります。その時にですね、愛情がどんどんこもっていくっていう循環に入れるんですけども、この循環を作るためにはですね、料理を作ってもらったら本当に感謝して味わう、本当にこれ美味しいねって言いながら食べるっていうのがポイント。なのでね、この食べる時にですね、例えばスマホを見たりテレビを見て、なんとなく口はもぐもぐして食べてるけど美味しいとか何も言わずに、テレビを黙々と見ると、これね本当に最悪なんですよね。料理を食べる時には 100% この料理に意識を向けて食べて、本当に味わいながら、うん美味しい、ありがとうっていうふうな言葉がね出せるかどうか、これがですね家族の笑顔にね本当につながっていく、すごい根源的に大切なこと、そして自分の体を作り上げる料理が愛情のこもったものになるかどうかっていう本当に大切なポイントなので、ぜひぜひこの大切さを知っておいてください。そしてその時その4です。その4はですね、ダイニングテーブルの上を整えましょうという話なんですけども、実はですねダイニングテーブルっていうのはですね多くの女性にとっての聖域だというふうに言われてるんですよね。ダイニングテーブルの上がきっちり片付いているかどうかがですね、女性にとっても、まあ、ある意味シンボルというか、まあ、本当に聖域なので、そこをね乱雑に扱うと多くの女性はストレスになったり、本当にね、ネガティブになったりするということがあったりします。なのでねダイニングテーブルの上、どれだけ整えることができるかということがポイントなんですけど、ちなみにねダイニングテーブルの上をね綺麗に片付けて物が乗っていない状態にすると、すっごいねすがすがしい気持ちになれるっていうのがあるんですよね。なのでね、掃除が苦手な方、片付けが苦手な方はですね一回このダイニングテーブルをきれいに片付けてみるっていうのをねおすすめしたいと思います。そうすると本当にすがすがしい気持ちがするので、そのねすがすがしいテーブルのところに座るとですね、さらにね心がすがすがしくなるっていう循環に入って、そのすがすがしさがですねぐる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 回るようになるんですよ。この好循環がとっても大切なんだということを知っておいてください。なのでねぜひねこれを見たら1日10分掃除で、このダイニングテーブルの上をね片付けるということをやってみてください。そして最後その後です。その後はですね、
夜の過ごし方、ダイニングにおける夜の過ごし方なんですけども、特にね、夕食を食べたりとか、夕食後の過ごし方、もちろんね、ダイニングからリビングに移動する方もいると思うんですけども、まだね、その夕食を食べた後、ダイニングにみんながいるようなシチュエーションの時とかにやってほしいのが、こちら。今日はどんな一日だったっていうのをですね、探偵のような気持ちになって、家族みんなに聞いていくっていうことをやってほしいなというふうに思うんですよね。例えばね、夫が帰ってきて、ただいまって帰ってきて料理を食べて、その時に、ね、家族が、ダイニングに行ったら、妻とかに今日はどんな一日だったとか言いながら、あ、それは大変だったねって、いろいろね、そんなこともやりながら料理作ってくれてありがとうねっていうふうに言えるかどうか。例えばね、娘に対しても今日は学校どうだったのって言ったら、それは大変だったねって、でも楽しいこともあってよかったよねっていうふうにして、例えばね、話しかけて、そしていろんな話が聞けるか、そして最後にはですね、本当にいつもありがとうねみたいな言葉がかけれるか、このですね、家族みんなでお互いのことをね、ねぎらい合うことができるかどうかがですね、最後の大きなピースになってるんだというふうに思ってみてください。ただね、こういう話をすると、矢野さん、そんな恥ずかしいこと今更言えませんよという人いたりするんですよね。そしてね、人によってはね、矢野さん、もう私はそんなこと言うの諦めてますっていうふうな人もいたりするんですけど、これ本当にもったいないというふうに思います。ここでね、ぜひやっていただきたいのは、もうこの動画を見たから観念してやってほしいんです。勇気を持って、パートナーとか家族をねぎらうということをやってみてください。ものすごくね、勇気がいる人もいるかもわかりませんが、これやってみた後にですね、家族が本当に穏やかになっていくという経験をしている人結構多いです。なのでね、ちょっとね、騙されたと思いながらでもね、ぜひやってほしいなというふうに思います。そしてね、ぜひね、やっていただいた結果、例えば温かな気持ちの循環を感じることができるようになったりすることもあります。なのでね、そこも含めてぜひね、実践して検証してほしいというふうに思います。はい、ということで最後にまとめをしておきましょう。一つ目はね、ダイニングの本質的機能ということで、食事をしながら心を開く、その、ね、開くことで心がつながり合うんだっていう、すごいね、本質的な機能がダイニングにあるんだって話をしました。そして二つ目はね、朝できれば感情のシェアをすると、朝どんな気持ちかっていうことが分かるだけで、朝からね、こうなんかこうね、どうなのかなというふうにして、まあ、探る必要がなくなるということもあるので、ぜひね、感情のシェアをうまく取り入れてください。そしてね、3つ目はですね、食事を感謝して味わう、この感謝して味わうことが好循環を生むんだということも知っておいてください。そして4つ目はね、テーブルを整える、本当に清々しくなりますので、ぜひね、やってみてください。そして夜はね、5つ目、ねぎらい合う、これがね、最後のピースとして本当に大切で、これをやるとですね、自然に本当に家族同士笑顔がね、生まれ合うということが起こりますので、ぜひやってくださいね。はい、ということで、今日の話ね、本当に全てやってほしいなと思うんですけども、まずはね、できそうなところからで構いませんので、ぜひね、実践して実感するということをやってみてくださいね。はい、そしてね、今日の、気づきとか感想、よかったらコメント欄からどちどちお寄せください。毎回ね、すごい楽しみに拝見しております。そして最近ですね、私のコメントが一番上に固定されていて、皆さんに投げかけるような質問をね、させていただいております。それにね、お答えいただいた方の中から、3名の方をですね、後日の動画の一番最後のところにピックアップしてね、紹介したいというふうに思いますので、よかったらね、どしどしお寄せください。あとね、リクエストのご質問がある方もコメント欄からどしどしお寄せください。リクエストはまた別の動画にしたり、そしてね、ご質問に関してはこの後で取り上げる質問コーナーでピックアップさせていただく可能性もありますので、よろしくお願いいたします。そしてこのタイミングでチャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録と高評価のグッドボタンをね、押していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。そして私はね、公式 LINE 以外にもアメブロではこぼれ話、 Twitter では日々の気づき、メルマガでは家づくりに特化した情報、そしてボイシーでは言いたいこと言いまくるってことをやっております。すべて概要欄の一番下のようにリンク先がありますので、ぜひフォローをお願いいたします。そして最後一つね、お知らせがあります。私は普段幸せなライフスタイル研究所というね、オンラインサロン、 Facebook のグループページを使ってやっております。有料でクローズドならではこそお伝えできる話をさせていただいたりとか、サロンメンバー個別の毎月の運気の活用法の話をしたり、あとはね、月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっております。興味がある方は概要欄の5段目あたりに詳細がありますので、それをね、じっくりとご覧ください。それではお待ちかねのですね、最後に質問にお答えするコーナーです。今日のご質問はですね、こちらの藤本よち子さんですね、ありがとうございます。玄関に置いていけないものの中にドライフラワーがありましたが、プリザーブドフラワーもいけないのですか、作品を作って飾っていますということで、これね、私の玄関動画の古いやつを見ておられるんだと思います。これね、最近ではですね、全て訂正をさせていただいていて、ドライフラワーもプリザーブドフラワーも玄関には OK ですよと
という話をさせていただいております。なのでね、よかったら玄関に置いて、楽しむということをやっていただきたいんですけども、この補足的な内容に関してはですね、この 2,3 ヶ月内にやって、お送りしている玄関動画ではですね、その辺を細かく話してますので、ぜひねそれをチェックしてみてください。そしてね、今日はねちょっと一つすごい嬉しいコメントがあったんでですね、多くの人が知っておきたいベストコメントっていうのをねここでお伝えしたいというふうに思います。これがねこちらなんですけども、リリコさんですね、ありがとうございます。いつもありがとうございます。まとめ掃除をなるべく減らして1日10分掃除を少しずつ約3ヶ月間ほどやってみましたということで、結果いいことばかりでした、本当に実感できましたということで、一つ目は今の自分にとって何が必要不要かが明確になったということ、そして二つ目、忘れ物や探し物が減った、そして三つ目はね、過剰な買い置きが減り収納スペースに余裕ができた、そして最後はですね、破損している場所や修理が必要な箇所に気がつけるようになったということですね。本当に素晴らしい実践報告だなということで、本当に心からね報告いただいたことに対する感謝と、おめでとうございますということをね言いたくて最後取り上げさせていただきました。よかったらね今後もねこういう報告があったら、こういった形でね取り上げることもあるというふうに思いますので、ぜひぜひ、実践してね実感して報告ください。はい、ということでね今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に責任なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。